どうも、ケイバイト野田です。山本です。セントライト記念状況解説始めたいと思います。はい、RI どうでしょう。そうですね、まあさすがの動きでしたけどね、うんうん、ただなんかちょっと気持ちが前に入ってるかな。まあそうね、うん、でももうやっぱ前のグリップ強いね、すっごい強いし、やっぱこうバネがあるなっていう感じでね、まあ仕上がりは問題ないでしょう。まあ気持ちが入ってるのがどう出るか、そうですね、当日にちょっと注目したいかなと、うん、次何行く？クリンチャー？そうですね、まあ、結構飛びが大きいんですけどね、うん、なんかね獅子の連動がすごくいいしね、うんうん、なんか頭の2少し高いんですけど、うん、まあ、それに反して重心がねすごいね定まりもいいっていうかね、うん、なんかこれ結構一つ越して成長したんじゃないかなっていう、うん、ね、うん、やっぱでもなんかキャラ的には変わってないのかな。追えば追うだけ伸びそうな、うん、スタミナ型だねやっぱね、うん、持久力勝負に持ち込めればっていう仕上がりが良さそうです、ね、里のクロニクルどうですか。そうね、やっぱ競馬でちょっとずぶいとこあるじゃない、うん、反応のなんかやっぱ無理せずの遅れなんだけど、なんか勝手に追いついてくる感じないよね、うん、なんか自分からはみ取ってグイグイグイってまだねその辺の気持ちだねかなと思うな。あと気持ち一つって馬だから、ちょっと大幅にね良くなったって感じはしないから、ちょっとね今回はうちはあんまり評価しない、うん、ちょっとなんか成長力がね、うん、すごい感じさせなかったっていうかね。次は何行こうか。サーデンブラント、これね春先は結構ちょっと硬いまでね、うん、なんかあんまりちょっとねディープインパクトってなんかね結構後ろもかっちり入ってこないから、うん、ね、あんまり評価しなかったんだけどね、もう春と比べたら全然前のストライド、うん、伸びが違うね、伸びるようになったしね、うん、まだね後ろとか多分どっか前とかあるから勝ちたまんないから、うん、競馬とかねやっぱね直線勝負になっちゃうんだけども、うん、だと思うんだけど、まだ結構ねそういう面で両肩の位置残してんだけども、うん、春なんかよりは全然フォーム進化してるし、うん、これいいんじゃないですかね。これはいいと思うね、うん、まあね映像で見られる方見るとねなんかやっとこそ先着してるように見えるけど、これ昔と比べればはるかに動いてるよね、うん、うん、これはかなり良化してるというふうに思います、うん、読みづらいけどスッティッフェリーを、うん、これすっごい良くない。そうですね、ね、なんかもう余力満点で自らねハミ取ってグイ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 って伸びてくるし、時計もいいよね 51.9 12.5 よく知らない馬なんだけどね、うん、これなんかやっぱちょっとかなり良くなってんのかね、この北海道シリーズ使ってね休まして、うん、ただちょっと気になるように言えばちょっと後ろが外に流れる、ね、あーそこね、うん、だからちょっとなんか後ろに甘いとこあるから、うん、ちょっとやっぱ平坦とか、うん、そういうのを使ってたのかなって感じするんで、うん、ね、うん、今回ちょっと試金石がありますよね、うん、そうだね、それにしても推進力あるしね。そうだね、素質は高そう、うん、休み明けのプラチナボーイズだけどいまいちだったな。ブリンカー着用してきたんですよね今回ね。うん、もう全然やっぱ手前変えなくて持たれるっていう癖が解消されてなかったから、うんうんうん、ちょっと割引かな。脚力はあるんだけど ね、 うん、ね、やっぱちょっと気象的にね。そうね、やっぱ難しいね、エンパイアメーカーって、ね、なんか難しいね、なんか成長があまり感じられなかったんで。そうそうそう、エンパイアメーカーとね一足越して成長したら結構ね馬のランクが一ランク上がるんだけども、ちょっとね今回感じられないのでね、うん、割引たいですよ ね。ミッキースワロー、そうですね、まあ、ちょっと荒削りなんだけども、うん、やっぱ脚力ありますよね。やっぱね、そうパワーがすっごい感じるこの 走りにね、うん、うん、まあ、そうそう、まあ、天気ちょっと天候微妙なんですけどもね、うん、やっぱりちょっと道やろう走りそうだなっていう雰囲気ありますよね。そうだね、うん、なんかまだまだ良くなりそうなんだけど、なんかねすごい奥がありそうな、うん、うん、そうです、なんかもうほんと力ありそうだし、あとはまあ実践っていうのは売り合いですかね。うん、うん、他気になったの見た？いや、いないっす、うん、うちもやっぱ今のあげたくらいかなっていう感じもするね、うんうん、まあそうだね、どれかな、うちはサーレンブラントをしたいとこだけど、監督は、ああ調教はねまだ予想はちょっとね、うん、これから組み立てるかなと思って、うん、あとまあ関東馬とストロングレビルって昔よりだいぶ若さ抜けたね。
そうね、うん、ちょっとね、まあ昔はいいかなって感じはするけど、まあ意外と我慢効いてましたしね、うん、昔ベックも、うん、結構ね、点からね、まあこの辺で、はい、まとめさせていただきます。ありがとうございました。